にちは、馬花です。今日は毎週土曜日の朝、インスタグラムのライブでやっている指につけるで、これをみんなは指輪とか言ったりしてますが、これを楽しむコツ、これをお届けしたいと思います。今外でちょっとお花分けてもらってきました。あとはレッスンで残ったつぼみなんかを使って指につけるレイ、これ作ってみたいと思います。今日は最後まで見てもらえると毎週土曜日楽しんで指につけるレイ作れちゃうんで、どうぞ最後まで見てみてください。コツ道、はい、それでは、取ってきたお花ちょっと見てみましょうか。いつものアベリアがありますね。アベリア、そして今日はちょっと目についたのがグミの新芽ですね。これも可愛いなと思って取ってきました。そしてこれなんだ、母コグサかな、これもらって、南天の葉っぱちょっと赤いのまだ残ってたんで、あと謎の黄色ちっちゃバナ、つぼみだけどね、それとあとレッスンで残ったバラのつぼみ、こういうのを使っていきたいと思います。じゃあ準備していきます。この他に必要な材料ですが、まずはなくてはならないのはラフィアですね。手芸屋さんで買ったり100均で売ってる場合もあるかもしれないし、あとはホームセンターとかもでもあるかもしれませんね。今だったらネットでも買えますんで、まあ、ちょっと探してみてください。僕は水に少し濡らしてしっとりとさせてから使っています。まあ、乾燥したまま使っても構いませんが、これ1本、それとお花切るハサミ、あとはマッキー、よろしくお願いします。ではお花の準備改めてやっていきます。まずはね、取ってきたお花少しこう綺麗にしましょう、ね、この辺とかもじゃもじゃしてるから、こういうの取って使いやすい、まあ、サイズっていうか余分なものを落として、このくらいだったら使いやすいかなみたいな風にしておきます。どんどんやっていきます。アベリアはね、もう僕の SNS とか見てる人いつも出てくるからね、これかなりのお助けですね、花材ですね。垣根とかにあるからちょっと注意深く見てみてください。中にはね、こんなお花がついてるのもある。お花がついてるのもいいんだけど、お花ちょっと出っ張っちゃうんでね、難しいね。一応こうしときましょう。その次はグミの葉っぱ。グミの葉っぱ、新芽はさ、ちょっとなんていうかな、シルバーに輝いたりとかするのもあるけど、これはどっちかというとちょっとゴールドっぽく見えるやつですね。海の葉っぱも、まあ、いくつぐらいあったらいいかっていうのはですね、その時々によってちょっと違うんで、このくらい用意してねっていうのが難しいんですが、何回かやって自分にでぴったりくる、まあ、サイズとかそういうのがあると思うので、それに合わせていい分量っていうのをですね、少しずつ自分で探していってください。そしてまあバラのつぼみはね、このままこのまま置いとけばいいでしょう。このくらいあればいいかな。そして母子草、長いからここでちょっと切ってね、サイズ感揃えておこうか。こういうとこで切ってね、こうしてこんなでっていう、それから、まだあった。ちょっとっと。チョキ、チョキチョキ。こんな感じにして用意して、南天の葉っぱもちょっと使えるかどうかわかんないけど、ちょっと切って置いておきたいと思います。よいしょ。よいしょ。そして、謎の黄色ちっちゃバナ。これも用意しとこう。今日はちょっと豪華ですね。撮影ということもあってちょっと豪華な
怪物顔ぶれになってます。ちょっとわからなかったね。こんな感じで今日ちょっと準備してみました。では早速作っていきたいと思います。それではまずラフィアを準備します。だいたい適当にこう取ってですね、で上このくらいで結んでおきます。輪っかにしといてください。あとで切るからね、まあ、大体でいいです。ここ切って結ぶために紐にします。で重要なのはここですね、この短い方、指に一周巻くぐらいの長さがあればいいってことです。一周とあと結ぶための紐の部分があればいいかなっていうぐらいの長さで用意してください。これで編んでいきます。ちなみにこの手の中にあるのがこれが芯、この芯にお花を自分で好きなものを置いて巻きつけていきます。やってみますよ。例えば最初アベリア入れて、何でもいいんですよ、アベリア入れてバラとかも入れちゃおうかな、いきなりで置いたら何回かこれぐる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 してこの入れたお花を止めていきます。 OK。 そうしたら次また好きな何か材料を入れてみてください。グミ入れてみようかな。グミ入れてなんとかちっちゃバナを入れて、またぐる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 置いてぐるぐるするだけなんだよ。簡単でしょ。ぐるぐるしてください。そうしたらまたちょっとアベリア行ってみるかな。ね、アベリア一本からアベリアと今度は母子草とか入れちゃうね。これまたぐる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 。これのねいいところは季節によっていろんなお花を発見して作れたりとかすること、そしてこれ作ってるといつの間にかレイが上手になっている、そんなはずなんですよ、ね、でこれをこうやって置いてまたぐる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 。まあこれ以外にもね針と糸で刺したりとかいろんな風にやってくれていいんですけど、いろんな風にいろんなお花を楽しんでみてもらいたいと思います。レイをね作るのにはお花がたくさん必要だったりとかしてなかなか敷居が高いじゃないですか。なので土曜日の朝はこれを作ってちょっとのお花でも楽しめるっていうことをみんなでなんか実感できたらいいなって思うこと、そしてなんかこれを作ることによって外にどんなお花が咲いてるのかなとかって興味持ってもらえたら嬉しいなっていうのが、まあ、出発地点にあるわけなんですよね。こう置いてぐるぐる、そうするとさ少しずつ長くなっていくじゃない、ね、でこのゴール地点は指にぐるっと巻けるぐらいってことだから、そのくらいまで行ってみましょう。はい、もう一丁いきますよ。この咲いてるアベリアも入れてみようか。はい、ぐる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 ね、まあ、2、3回ぐるぐるすればいいんじゃないかなと思うんですよ。ちょっと大きいからどうしようかな、こんなって入れてみようか。何でもいいんです。こうでなくちゃいけないなんてそんな決まりないんだよ。一番大切なのは可愛いなって思うこと、それが一番大切だからね。よし、じゃあ母子草いってちっちゃい黄色花入れて、はい、ぐるぐる、はい、でこの時にここにちゃんと並ぶように気をつけた方がいいね。あっち行ったりこっち行ったりするとレイがぐにょぐにょしちゃうからさ、お願いします。はい、ぐるぐる、はい、ぐる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 、ほらもうだいぶ来たんじゃない。あー、だいぶ来たね。あともう一息です。よいしょ、バラも入れちゃおうかな。はい、そしたらはい、ぐる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 、はい、アベリア入れたらはい、ぐるぐるはい、ぐる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 ね、と
ちょうどいいぐらいになりました。じゃあこれで終わりにしたいと思います。ここまでできたらこのラフィアを大きく回して下から上に入れてギューって引っ張ります。チュッ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 、はい、これで OK。 この長さがあったらこのまま結んでもいいしね。長さが短いようであればここをこう切って長くして結んでもいいです。このくらいだったらこのまま結んでもいいかな。そして指のサイズに合わせて後ろで一回結べればいいんだから、ちょっと自分の指のサイズ確認してください。もうちょっと長く編んでもよかったかもしれませんが、このままいっちゃいましょう。今日おっとっとっと、こうしてキュッとして、そしてこれを結ぶんでございます。もうもろとも結んでしまいましょう。よいしょ、いいじゃない、可愛いのができたよね。お花なんて買わなくてもできちゃうっていうのがこれの利点よ。ただね、なんか変なとこからお花取っちゃったりとかしないようにしてね。よし、でこれができたらマッキーで顔を描くっていうのが、まあ、僕の中でのルールなんですが、自分の顔を描けばいいわけよ。チョンチョン、ぐる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 、よいしょと、これで顔 OK です。そうしたらこれをちょっときつめですけどぐいっとぐいっジョンと、よいしょよいしょ、ほら可愛いのができた。ちょっと今日ひげ濃いめですこれで土曜日の朝の指輪完成です。はい、皆さんお疲れ様でした。どうだったですかね。毎週土曜日の朝7時半からインスタグラムのライブでやってる、指のレイを作るっていうのはこんな風にしてできているんですね。これを作ることによって身近な花を興味を持ってもらったり、あとはレイ作ってみたいけれどもお花がちょっとたくさん用意するのは難しいななんていう方には、これを練習するだけでレイがぐっと上手になるんですよ。毎週毎週やって少しずつやっていけば、これ本当のレイのミニチュア版なんで、すごいいい練習になると思うんで、ぜひ皆さんもやってみてください。そしてまた今度の土曜日の朝一緒に作ってお会いしましょう。では今回の土曜日の朝を楽しむコツ、これにて終了となります。また次の動画でお会いしましょう。この動画役に立ったなっていう方はですね、高評価ボタンとか、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた土曜日の朝お会いしましょう。チャオ。